はい、皆さんこんにちは。面白雑談系の見た聞いた話、松本潤主演木曜ドラマ隣の力第2話ですね。まあ、東京のとあるマンションに引っ越しをしてきた中越家です。夫の力松本潤、そしてあかりは上戸彩、娘の愛理と息子の光太郎、この4人家族、ちょっと不思議な隣人が住むマンションにおいて、さまざまなドタバタ劇に巻き込まれていくというストーリーです。今回チカラが首を突っ込むのは、中越家の上の部屋に住む柏木家は、祖母の清江と高校生の拓也の2人暮らしなんです。拓也の両親が震災で亡くなって以来、ずっと2人で協力して頑張ってきています。しかし実は清江が認知症なんですね。拓也を強盗だと思って助けを求めたり、そしてスリッパを天ぷらにしようとして火災を起こそうとしたり、そんな清江の面倒を拓也は一人で見ているんです。これはまたいろいろな課題をはらんでいる今のこの社会に投げかけた問題の一つのテーマであります。拓也はヤングケアラーだったんです。拓也は清江が2年前から認知症だという。でも拓也の顔がわからなくなったのは今日が初めてで、拓也は清江がそれを知ってしまうと傷つくから黙っていてほしいとチカラに頼むんです。こうなってくるとチカラが放っておくわけがないじゃないですか。何か力になれないか、そうだ、うちでホームパーティーを開いて招待しようと思いつくんです。そしてチカラはあかりに相談するんですが、案の定あかりは猛反対です。いや大変ですよ、大変なことになるからダメ、無理、 No! Do you understand? と言って跳ねのけるんです。いいですよね、あの Do you understand? 好きです、あかりの上戸彩のあのやつ。いやしかしですね、あかりはもちろんそこで却下するんですが、偶然にも清江とエレベーター内で会ってしまうんですね。そして家にお招きをすることになるんです。いやここがやっぱりあかりのいいところなんですよね。力のその気持ちを汲むというかね、やはり困っている人を助けてあげたいという気持ちは絶対にあるんでしょうね。そしてあかりの得意料理、唐揚げを振る舞うんです。いやこのあかりの唐揚げ一回食べてみたいですよね、美味しそうなんです。ここでまた力が清江たちに良きと思って介護施設のパンフレットを差し出してしまうんですよね。いやこれはちょっと踏み込みすぎだよ力っていう感じなんですが、しかしまあおせっかいがこれ功を奏するということも言えるかもしれないですね。しかし清江たちはもうほっといてくださいと力に強く拒否をするんです。迷惑をかけないように2人で寄り添って生きてきたというと聞こえは非常にいいんですが、一方で問題を抱え込んでしまい逃げ場がなくなることもたくさんあります。実際拓也は清江の面倒を見るために大学受験をやめようとしていたんです。いやしっかりはしているんだけど、まだ言っても高校生です。わからないこと、そして知らないことだってたくさんあると思います。そんな中で頼りなくても手を差し伸べようとしてくれる人、それも必要以上に親身になって話を聞いてくれる大人がいることは拓也にとっては心強いはずだと思います。その後清江がいなくなってしまうんです。探し回る力、そして拓也と共に清江を探す明かりの姿もあります。ここで力が辛い思いをしている人たちをどうしてこんなにほっとけないんだろうかっていう事実がわかるんですね。力は拓也に自分を重ねているというんです。力が高校生の時に母親が脳卒中で亡くなりました。そして必死で看病していた父親も抜け殻のようになり、そっとしておいた力、しかし父親は自殺してしまうんです。もっと話しかければよかった、話を聞いてあげればよかったという強い後悔の念から、力は辛い思いをしている人たちを放っておけなくなったんです。そして清江が自殺をしようとしているんです。死のうとして橋の上にいた清江を見つけた力、
もう死んだ方がいいという清江に何を言っていいかわからない力、その時清江といつどこかで会ったかを思い出すんですね。あ、そうだ、震災の後道端にいた清江をおんぶしてあげたこと、その時も清江は拓也のことを同じように話していたそうです。力はこう訴えるんです。清江さんがこれから病気で大変な思いをしたり、拓也くんに迷惑をかけるのは事実、でも孫を心から愛しずっと一緒にいたいのも事実、拓也くんが恩返しをしたいと思っているのも事実、その事実の方が僕は好きだな、それは絶対忘れてほしくないと熱弁するんです。その話を聞いた清江は力が抜けて座り込む。清江をおんぶしてマンションに向かう力、清江も力におんぶしてもらったことを思い出すんです。一緒に暮らし始めた時、あの子に言われたんです。僕が悪い子だからお父さんとお母さんが流されちゃったの、おばあちゃんはいなくならないでって。いやー、この言葉心に染みますよね。清江を連れて帰った力、拓也がいい子に育ったことを清江は喜んでいたというと、拓也が本音を話し出すんです。なんで自分ばっかり、俺はいい子なんかじゃない、震災で両親がいなくなって、なんでおばあちゃんまでが認知症にならなくちゃいけないんだよ、ふざけんなよ、不公平だよ、こんなひどいやつなのにいい子なんて言うなよと泣き出す拓也のそばにいてあげる力。いつの間にか降り出した雨は、両親を亡くしてから11年耐えていた拓也と清江の涙のようでありました。いやー、実にいいシーンだったですよね。いや、実に問題を投げかけるにふさわしいいいシーンだったですね。拓也を演じるなにわ男子の長尾謙杜、いや、演技力抜群じゃないですか。引き込まれました。いや、確かにそうだと思いますね。中越家の家族団らんを見て腹が立つ、子供たちが当たり前のようにこの日常が続くと思っていること、震災で両親が流され、そしてどうしておばあちゃんまでが認知症になったんだろう、なんで俺ばっかりと、おばあちゃんが死んでくれたら俺は自由になれるのにと、拓也の気持ち、いや、そんな風に思うことだってあると思います。人間なんですから、まあ、綺麗な心のままでずっといられるわけはないんです。むしろそんな気持ちを吐露できる拓也はやっぱりいい子だと思いますね。そして、僕が悪い子だからお父さんとお母さんは流されちゃったの、これからいい子になるからおばあちゃんいなくならないでね、そう言っていい子であり続けようとした拓也なんです。やっぱりおばあちゃんのことが大切でかけがえのない家族なんです。今の拓也の本当の気持ちがここに表れているんです。確かに力のやっていることは根本的な問題を解決することではないかもしれないです。しかし、力が発する言葉によって清江が自殺を思いとどまったことや、そしてまた拓也が本音で吐露をしたあの言葉、心を許した人に心の悩みを吐露する恥ずかしいことではないと思うんです。言える人を見つけることの方が大事ではないかと K 君は思います。いや、ふと思ったんですけど、遠くの親戚より近くの他人、いや、こんな言葉があったかどうか知らないんですが、その後柏木家に入ると、物の位置やゴミ出しなど生活する上での注意点のメモ書きがあちこちに貼られているんですね。そして拓也と清江は力にお願いがあるというメモにはこう書かれていました。困ったら力さんに相談する。嬉しそうにうなずく力です。また清江は認知症予防のためにも毎日同じ時間にピアノを弾くことにする、だからカフェから見ていて弾いていなかったら来てほしいと力に頼む。拓也はまた受験すると思い直していたんです。その受験校が
東京大学なんです。頑張れ拓也、君ならできる。このギスギスとした社会の中で自分のことを真面目に考えてくれる人が存在する、その事実が問題を解決するということではないんですが、また別の考え方でその心の救いになったらいいんではないかなと思えるようなドラマだと K 君は思っています。そして何か大切なことを忘れていたような気がする力、それは愛理の授業参観だったんです。慌てて授業参観に走り込む力、愛理が作文を読みます。私には夢がありません。普通こういう時は両親みたいになりたいと書くべきかもしれないけど、お母さんはともかく、お父さんにだけは絶対になりたくない。うちのお父さんは自分の問題から逃げて周りの人の心配ばかりしています。何かできないかいつまでも悩んでいます。私はそんな人間には絶対なれないと思うから。でも世の中には自分のことから逃げている人はたくさんいます。そういう人は楽をして自分に得になることばっかりしています。うちのお父さんみたいな人はきっと世界に 0.01% ぐらいしかいないと思うけど、そういう人が 1% ぐらいになればこの世界はちょっとだけ良くなるんじゃないかと思いました。いや、いつもシニカルな愛理、力のことをちょっと認めてくれたんではないですかね。力はこの作文にじーんとしていたあの松潤のあの表情、よかったですよね。愛理もちょっと力を見直してきたんです。毎日お父さんを評価する、これは本当は大好きなんです。お父さんがだからいつも力をよく見ているんです。それにしても他人の世話をするのは自分の問題から逃げているからってすごい視点なんですが、力がこれからどう変わっていくかがこのドラマの見どころでもあると思うんですね。それではまた第3話引き続き楽しみにして見ていきたいと思います。それではまたお会いするまでごきげんよう、さようなら。チャンネル登録よろしくお願いいたします。